はい、じゃあお願いします。お願いします。今日はお茶の歴史をできるだけギュッと短く要点だけをつまんでいこうかなと思っています。で、早速もういきなり本題入っちゃいます。お茶の歴史、古い順にたどっていきます。お茶の歴史をたどっていくと、古くは中国にお茶の起源っていうのがあります。中国の、四川省とか雲南省とか、そのあたりに、お茶の起源っていうのがありまして、今も樹齢何年って言ったかな、2000年ぐらいの古いお茶の木とか現地へ行くと少しは残ってるみたいですね。というか、まあ、僕は行ったことがあるんで見てきたことがあるんですけど、この時代のお茶っていうものが、まあ、あの四川とか雲南で始まるんですけど、記録上は紀元前の記録で、東訳もしくは同訳とも言いますけど、こういう書物にお茶のことを書いた記録が残っているので、それがまあかなり古いごくごく初期のお茶の記録ですね。で、こういうふうに雲南省とか四川省で始まったお茶が日本にはその後、まあ、遣唐使を通じて日本に入ってきます。で、時代は奈良平安時代ですね。遣唐使とか、留学した僧の人たちとか、そういった方々が、日本に、お茶の文化とお茶の木っていうものを、持ち帰ってきます。で、当時持ち込まれた奈良平安時代、日本でたしなまれていたとか、飲まれていたお茶っていうのは、主にこの貴族とか僧とか、そういったごく一部の階級の人たちが、たしなんでいました。で、今でいうところの、薬のような目的で飲まれていた、薬用の効果を狙って飲まれていた、今とはちょっと違うお茶だということが言われています。で、続いて鎌倉時代、鎌倉時代になりますと、抹茶っていうものが日本に入ってきます。禅っていう文化と一緒に入ってくるわけですね。で、当時、栄西もしくは要塞とも読むようですけど、この人物が、記した喫茶養生記という書物、これ日本でもかなり古いお茶のことを書いた書物、日本でもかなり古い部類の茶書と言われています。この喫茶養生記というものが、まあ、抹茶の世界にとってはすごく有名ですね。っていうのが、まあ、鎌倉時代で、挙げておくべきポイントかなと。まあ、この抹茶っていうのはこの鎌倉時代から、まあ、日本でこう禅文化と一緒に広まっていくと。で、さらに進んで、室町時代、鎌倉の終わりから室町ぐらいにかけて、この唐物という中国から伝来した、宝物を、まあ、それこそさっき言ったようなこう一部の階級の人たちがそういったものを手に入れて楽しむっていう文化が出来上がっていきます。で、この唐物をめでるっていうその会を、まあ、この会所って言われるような場所で、開催するわけですね。で、そこには、飲食も伴っていて、で、唐物を、鑑賞してめでながら飲食をすると。で、その中でお茶も出されたりするわけで、でそういったものを、まあ、会所のお茶とか言ったりしますね。で、この、室町時代にこの唐物っていう中国から伝来した宝物を、めでるっていう習慣が、まあ、出来上がっていくわけなんですけど、室町後期に入っていくと、今度わび茶っていうものが登場してきます。わび茶、まあ、大体、わび茶の発生が、まあ、15世紀ぐらいだと原点というか、まあ、ごくごく初期のわび茶っていうものをたどっていくということを言えると思うんですが、わび茶っていうものが、まあ、こう室町の後期ぐらいから桃山の終わりとか江戸初期ぐらいまでで大体出来上がっていくんですけど、そのわび茶創世期における重要人物を、まあ、3人だけ拾い上げてみました。主公または樹公、まあ、人によっては村田っていう名字つけて村田樹公っていう人もいますけど、まあ、この樹公という人物、わび茶の創始者とも言われますね。で、それから、竹の女王、この人物はこの千利休の師匠にあたると。
一般的にはされる茶人ですね。でそしてこの、多くの人がご存知の千の利休という、この3人を、とりあえず覚えておく、なんていうのかな、できるだけこうミニマルに覚えるとしたらこの3人を覚えておくといいんじゃないかなと思います。主公竹の女王千の利休で、こういったこの侘び茶の、創世記にこの活躍した茶人たちがいた一方で、当時は室町の後期から戦国時代に入っていくわけですけど、武将たちも活躍するわけですね、世の中では。でその中で、武将の中にその茶の湯をたしなんでいる人たちが、まあ、いたわけですけど、武将のその政治と茶の湯っていうものが結びついてくるんですね、だんだん。で信長あたりからは、茶の湯はこう許可制になったりしてますね。信長の許可が必要になるみたいな。で、信長や秀吉の時代にこう政治と茶の湯が結びついていく中で、活躍したのがこの、まあ、千の利休で、侘び茶を大成した人物とも言われています。でこの千の利休はこっち側へ、よいしょ、ね、ここは利休から後の時代の茶人たちをずらーっと並べてみました。この千の利休ですね、まあ、この方はもう皆さんご存知、名前は少なくともご存知の人が多いんじゃないかなと思うんですけど、お茶の世界で一番有名な人ですね。で、名前は、幼名は吉郎っていう名前だったりとか、利休っていう名前と同じぐらい、まあ、の宗益っていう名前もまあ非常に有名ですね。千宗益といえば千の利休のことです。で、まあ、この千の利休は今言ったように秀吉の例えばお茶の指南役としてこう仕えたりとかで、政治的な位置でもすごくこう力を持っていくわけなんですけど、お茶の世界にとっては、利休の功績って何かなっていうと、まあ、それまでの、価値観の尺度から外れて新しい価値観のお茶を生み出したっていうことが、まあ、一つ、言えるんじゃないかなと、僕は思います。それまで、まあ、ここに様々な茶道具の考案というのを書きましたけど、利休は例えば二条の茶室、今も、国宝で残ってます大安っていうね、大山崎の方にある茶室、二条の茶室ですけど、そういうとてもミニマルな茶室を、突き詰めていったりとか、利休型と言われる、お茶道具の形式を考案したりとか、まあ、利休が作った茶道具で特に有名なのはこの樂茶碗、それから竹の花入れなんかも有名ですね。で、まあ、そのなんでこの話に利休の新しい価値を創造したみたいな話から飛んだかというとですね、まあ、それまでの価値観、例えば、まあ、空物至上主義の価値観と比較するとしたら、空物って基本的に高い技術で優れたものを作っていくっていう、例えば、まあ、器だったら薄くて軽くて硬くてデザインは均整が取れてて表面の模様も綺麗みたいなものを作っていくんですけど、普通そうしますよね、器作っていくなら。でも、まあ、樂茶碗とか竹の花入れっていうのは決してそういう思考の器ではないんですよね。まあ、詳しく話すとそこだけで講義できちゃうんで、それはまた別途やるとしますけど、まあ、なんていうんですかね、侘びっていうものって僕は一言で言うと、僕なりに言うと不完全さをめでる価値観なんじゃないかなと僕は思うんですけど、例えば竹の花入れって日常的に日本の中では竹っていうのは手に入る日常的な道具というか材料だったわけですけど、それを中国から伝来した宝物よりこっちの方がいいじゃないかと言って作品にしてしまうっていう、それまでの価値観の尺度から外れて全く新しい価値観作ってしまうっていうか、そういうところが利休がやったすごいことの一つなんじゃないかなと僕は思っているんですけど、そんなわけで当時侘び茶っていうものが大成していく中で、その時代の天下一の茶人とされたのが、この、千の利休ですね。
で、離宮はまあご存知の通り最後切腹っていうふうにまあ一応ね形はなるわけなんですけど、その後離宮の後の茶人たちっていうのをこの辺りに並べてみました、ここからまた江戸期に入ります。ここまでで、まあ、安土桃山ですね。で、江戸期に入った後この古田織部、離宮の後に、天下一の茶人とされた人物ですね、表下者なんていうふうに言われたりしますね。織部のその美的センスを表して表下たなんていうふうに言っている記述が残っています。この人はまあ大名です。利休はまあ商人の出身ですけどね、この人は大名。そして、小堀遠州、この人も大名ですね。この人のお茶は、古田織部が表下者であるのに対し、小堀遠州のお茶は綺麗錆なんていうふうに評されることがありますね。雅と侘を結びつけたようなそういうお茶を作り上げていきます、この人物で。片桐石州、この人は、徳川家の、将軍家のお茶の指南役となるので、その後この片桐石州のお茶の流れっていうのは武家のお茶の主流となっていきます。金森宗和、この方は姫宗和なんていうふうに評されることがありますね。でそれからこの藪の内というこのお茶の流れは現代も古流、昔からのお茶の流れをそのまま受け継いでいますよとされるお茶の流儀として、藪の内流っていうのが今も京都にねしっかり、残っていますけど、藪の内流っていう流れもここから始まっていきます。でそれからちょっともうこの先時代、ここら辺かこっちはもう江戸中後期ぐらいまで行くかな、ここまで行っちゃうと松平不昧、松江藩の、殿様でとても有名な大名茶人です。で、こちらはねみんなこの離宮の後のお茶人、まあ、特に大名を中心にこう辿っていきましたけど、離宮の流れっていうのもねその後の時代続いていくわけですね。離宮以降もで離宮の後の流れっていうと、離宮には、道庵と松庵という、息子たちがいました。道庵は血のつながった息子で、松庵は離宮の娘と結婚した、まあ、娘婿ですね。で道庵の流れはその後、途絶えてしまうんですが、松庵の流れが現代まで続きます。で、松庵の、息子、離宮の孫には千宗旦という茶人がいまして、この宗旦には、男の子が4人いまして、この4人の男の子のうち、3人が、茶家としてその後続いていきます。光信宗佐、こちら表千家となっていく流れですね。千宗宗室、これ裏千家となっていく流れですね。一王宗主、武者小路千家となっていく流れですね。余談ですけど、男の子4人いて、長男とこちら次男では、1000歳の子供2人で、三男と四男は5歳の子供2人なんですね。で、長男はお茶の家は結局その後継がず、お茶の世界からは、抜けてしまいます。で一応宗主は、一旦お茶の世界から抜けるんですけど、まあ、後の時代に戻ってきます。で残った5歳の長男というか三男と四男で、宗旦は隠居するにあたって、表屋敷をこの光信宗佐に譲って隠居します。で表屋敷を譲り受けた流れで、隠居した裏屋敷を、後々この千宗宗室に譲りまして、で表屋敷を受け継いだ表千家さんと裏屋敷を受け継いだ裏千家さんとなっていくわけですね。で一応宗主は後の時代お茶の世界に戻ってきて別邸を受け取ります。別邸は京都は通りに名前がある武者小路通りにある別邸を受け継いで武者小路千家さんとなっていくわけなんですね。まあ、正確にはそれぞれ不信庵、今日庵、環球庵というのがそれぞれの中心的な茶室で、その名前を持ってそれぞれの正式名称とするのが本来なんですけど、まあよく皆さん表千家さん、裏千家さん、武者小路千家さんっていうことが多いですね。
でこの甲信捜査の流れの表千家の、江戸中期頃の家元で女神祭という人物がいます。女神祭と、まあ、その前ぐらいのその格格祭と言われる茶人ぐらいの時代から、お茶っていうのがこう町にどんどん広がっていって茶道人口がこう広がっていく時代なんですけど、その時代にこの大きくなっていくお茶の世界っていうものをこう制度とかお茶の仕組みっていうのをしっかり体系化した人物っていうのがこの女神祭としてまあ有名ですね。よくこの表千家さんの中ではこう中興なんていうふうに言われます。中で起こすって書くんですけど、中興とされるような茶人ですね、女神祭で。この女神祭の弟子であったこの川上富伯っていうのが、うちの流芸土仙家の初代になります。まあ、大体時代で言うと、まあ、これぐらいの時代ですね。で、まあ富伯より富米の方がちょっと年下ぐらいの時代感だと思っていただいたらいいかなと思います。ちょっとって言っていいのかな、それなりに 年は離れてるかな。で、まあこの辺りと江戸期のお茶ですね。まあ、で江戸時代からさらに進んで、明治になっていきますね。まあ、明治になると、まあ、お茶の世界っていうのは、まあ、お茶の世界だけじゃないですね、日本文化全体がまあピンチを迎える時代ではありますね。全部こう西洋化していって、日本文化ってもうちょっといいですみたいになるような時代を一時迎えるわけですけど、で、まあ、その中でそれまでと違う層にちょっと違う価値観のお茶をこう訴求していく必要性に駆られます。でそういう中でいろいろみんなまあ試していくんですけど、一つヒットしたのはこういう、女性の教育としてのお茶みたいなものがまあ一つヒットします。まあ、なので、ね、お茶っていうと女性の教育みたいなイメージっていうのは、まあ、大体この辺りから始まっていくと考えていいんじゃないかなと思います。で、江戸中期にもかなり町に広がっていったお話しましたけど、まあ、さらに大衆化していく時代でもありますね、この時代は。で当時そういった流れとは別に財界人のお茶、まあ、いわゆるすき社、すき屋橋のすきの字を当てて数を寄せるっていう字を当ててすき社と言われるような方々人物たちの、お茶の世界っていうのも開けていきます。財界人の間でたしなまれたお茶ですね。そういった、お茶の主要人物というのを一人だけ挙げました。増田丼の、三井物産の創始者ですね、この方は。で、まあ増田丼のだけじゃなくて当時の、多くの財界人、お茶をたしなんだ方々がいて、そういった方々の間で楽しまれたお茶っていうのも、こういったお茶の世界と、並行して存在したわけですね。その後その流れは現代に受け継がれて、まあ、これから現代のお茶がどうなっていくかなというところが、今日のお茶ですね、という感じでかなりギュッとこう要点だけまとめてお話ししてみました。はい、じゃあこんな感じで1分ぐらいでおさらいします。中国で始まって2000年ぐらい前に日本に伝来して奈良時代平安時代は貴族とか僧とかの間でたしなまれて、でもそれは今の抹茶とはまた違うよと。で鎌倉時代に抹茶っていうものが日本で広まっていって禅宗と一緒に広まっていきました。で室町時代になると中国から伝来した宝物をめでるというこの唐物っていうものをめでるっていう文化の中で会所でお茶が楽しまれるっていう状況が現れて、で室町後半に入っていくとわび茶って言われるものが、登場していきます。でその中で有名な人物主公竹野女王千利休あたりは覚えておくといいかなと思います。で、千利休宗益とか吉郎っていうのは有名ですけどっていう人物が、お茶の世界では一番の有名人じゃないかなと。でまあ、様々な茶道具考案したりその時代に新しい価値のお茶っていうものを作り上げたよっていうのが、利休という人物なんじゃないかなと。で利休の残した功績みたいなのは今のお茶の世界にもかなり影響を与えていますよと。利休型って言われる茶道具の形式とか楽茶碗とか竹の花入れとか
で利休の後っていうと江戸期になると、大名茶人とかたくさん出てきますよ。まあ、名前を全部言うと大変なんで、まあ、古田織部小堀遠州とかそういった人物が江戸期の、有力茶人として有名です。で戦家の流れは、利休の後は道庵松庵っていう2人の、息子たちがいましたよ。と松庵の流れが現代まで続いていて、松庵の息子は宗旦で、宗旦の息子4人のうち3人が茶家として後を継いでいって、表千家さんの流れになる後進宗座、裏千家さんの流れになる千宗宗室、武者小路千家さんの流れになる一王宗主というこの、3人の息子たちが後の、三千家、現代の三千家につながる流れとなります。とで江戸中期頃のこの女真祭っていう茶人は、表千家さんにおいては中高の祖なんて言われるぐらい有力な功績のある茶人です。でこの女真祭の弟子の一人だった川上富伯は当家江戸千家の流祖です。とで江戸期富伯と同時代でいうと松平不昧なんかも有力茶人なんで名前入れておいてほしいなと思います。とで江戸期住んだあと明治期になると、日本文化にとっては大きな転換期となったわけです。とでその時代の中では女性が教育的な目的でたしなむお茶っていうものが広まっていったり、財界人の間でたしなまれる好き者の方々の、お茶っていうものが同じく同時代広がっていったりと、そういった流れが続いていって現代に至っていますと。っていうのが一応ここまでのお茶の歴史っていう感じです。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、通知のオンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。